この時間はマンチェスターユナイテッド対マドリー、こちらをご覧いただきます。このゲームの舞台はマンチェスターユナイテッドのホームのオールド・トラフォード。収容人数は7万5000を超えますが、今日も数多くのサポーターたちで埋め尽くされています。このシアター・オブ・ドリームズでの勝利がサポーターたちにとっては何よりの願いでしょう。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。マンチェスターユナイテッド対マドリー、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできた。カバーニー、素晴らしい反応でした。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。マンチェスターユナイテッドが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。大きくサイドチェンジ、ビトーロ、コケ、スペースを狙う、ビトーロからのヘディング、先制マドリー。マンチェスターユナイテッド相手に先にゴールを決めました。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあマンチェスターユナイテッド、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。マティッチ、ラッシュフォード、スルーパス、ポグバからショウ、抜けるか、おっと、シュート弾いたところ、マンチェスターユナイテッド。いやー、これは北澤さん、まあ、見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。ただ一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。マンチェスターユナイテッド同点に持ち込みました。得点直後の相手って集中力切れますから ね、まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。ルーカス・トレイラ、さあ右へ預けて、上げてくる、どうだ、ダイビングヘッドでした。ダイビングヘッド飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。マティッチ、アリー・マグワイア、ポグバ、マティッチ、ポグバ、サウルからルイス・スアレス、マティッチ、ワンビサカ、リンデル、
マティッチ、ポグバ、ポグバからカバーニ、さあどこに出してくる、マドリー、ここクリアで難を逃れます。このスルーパスは通りません。ブルーノ・フェルナンデス、マティッチ、ワンビサカ、さあカウンターを仕掛けます。さあ持っていく、もう一回、いやー、ルズボットを詰めている。どうだ、さあシュート、マドリー、いやー、勝ち越せ。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあマドリー、1点をリードしてリスタート。ポグバ、マンチェスターユナイテッド、起点となるアクションが欲しい。マンチェスターユナイテッドとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ラッシュフォード、マティッチ、マティッチから右へ上げる、頭、ヘディングでした。ビトール、カウンターを仕掛けます。スペースを狙った、どうだ、仕掛けるか、来た、カバーニックから左へ、さあ中はいる、クロスを選択、このクリアボール拾いたい。ドリブルで上がる、さあここでカウンター、スルーパスを狙う、ここをかわした、来た、勝負だ、来た、シュート、スーローブ、すごい反応を見せました。いやー、ファインセーブですよね。よく飛びましたね、これ。マンチェスターユナイテッド、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ワンビサカ、ポグバ、ハリーマグワイア、ポグバ、マティッチ、ラッシュフォード、ブルーノ・フェルナンデス、これはチャンスだ、これ入るか、フリーで受ける、上がる、ボールはクリア、シュート、マンチェスター・ユナイテッド、またまた同点、なんという展開。いや、ちょっと展開熱くなってきましたよね。いや、俺も汗かいてますね。いやー、よく詰めていましたね。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジションに残って、続いては枠に流し込んだいいゴールでしたね。さあマンチェスターユナイテッド再び追いついています。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、
実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。なるほど。ビトール、さあここから持っていく、ルイス・スワレス、さあどうする、ここでファウルがありました、たまらず行ってしまいましたね。さあ狙える距離です、一番いいところじゃないですか。まだある、ブルーノ・フェルナンデス、攻撃からルイス・スアーレス、マティッチ、ポグバ、ショウ、ブルーノ・フェルナンデス、ここで前を抜けるか、いつか、これはよく止めました。いやあの位置からのシュートですからね、アンセルですね。マンチェスター・ユナイテッド入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ロディ、ルーカス・トレイラ、サウル、サウルからシュート、決まった、勝ち越せマドリー。前半がアディショナルタイムです。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやつなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。いやー北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息の欠かせない展開となりましたね。いやこの時点だけでも一緒に迫力がありましたね。マンチェスターユナイテッドとしてはこの後そうそう仕掛けてくると思うんですよね。マンチェスターユナイテッド対マドリー、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半スタート、この後半の入り方が非常に重要であって、守備的に行ってしまうと点を取れない、けど取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。攻撃からルイス・スアーレス、右サイドへ振ってここで丁寧にボールを扱う、コケ、マルシャル、ポグバ、ワンビサカ、マティッチ、ポグバ、ショウ、ラッシュフォード、ポグバ、さあカウンターのチャンスになります。裏へのスルーパス、この位置でシュート、いやー今のは北澤さんファインセーブでしたね。いやいい反応ですよね、ファインセーブですよね、これは。
マンチェスターユナイテッド、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ロディ、ヒメネス、トマレマル、一人で持っていくか、トマレマル、頭で来た、ルイス・スアレス、ピンポイントで合わせてきます。サイド崩されましたよね、突破されて、すごい守りきれてないですよね。今のマドリー、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ワンビサカ、ショー、マンチェスターユナイテッドが現在このセカンドハーフの序盤をビハインドという状況で今日は戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。マウスは相手より先に掴むことですよね。まあそしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。マルシャン、ポグバ、ポグバからマルシャル、これも止めてきます。中切り込んでいく、さあつながるか、ヒメネス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあラッシュフォード、ワンビサカ、マドリー、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですよね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。ディフェンスをものともしません。仕掛けるタイミングを図る、うまいですね。オマレマル、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。マンチェスターユナイテッド、ここでファールをもらいます。注意に終わります。およそ30メートルというところです。ちょっと距離ありますけどもね。速いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。大きく縦へ、さあ一気にカウンター、スペースを狙う、コーナーキックになります。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。マドリー、カバーニ、抜けてくる、抜きにかかる、ここで受ける、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。自分で行く、チャンス来た、ルイス・スアレス、ルイス・スアレス、あと少し、今のは惜しいシーンでした。やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。
ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。左サイド上がってきます。ポグバ、マンチェスターユナイテッドは交代枠を2つ残しています。リンデレフ、ワンビサカ、これはつながりません。ちょっと危ないぞこのパスは。ハリー・マグワイア、ラッシュフォード、ブルーノ・フェルナンデス、スルーパスを出す。いい展開ですね。オブラク、ここは抑えました。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。右サイドを上がっていきます。スルーパス、ワンビサカからマルシャル、撫でるようなボールタッチ、中で味方の選手が待っている。中央へ、マドリー、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。また中央へ、ブルーノ・フェルナンデス、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ルーズボールになる。フリーだ。このクリアボール拾いたい。ポグバ、サイドを使う。ワンビサカからクロスボール、クリア。このピンチをなんとか出します。マンチェスターユナイテッドとしてはここの高さで当然勝負してくるでしょうね。遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。マンチェスターユナイテッドはここでベンチが動きます。ポグバ、マンチェスターユナイテッドは残り少ない時間を何とか生かしたいところですよね。そうですね、あと1回は必ずチャンスが来ると思うので、そこを決めきれるかがポイントですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。マンチェスターユナイテッド奪い返します。ハリー・マグワイア、ショー、シュートレンジです。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。プレスからボールがこぼれる。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。コケ、ラッシュフォード、いいプレッシャー。マドリー、ここでファウルを取られます。3-2、マンチェスターユナイテッド敗れました。前線及びません。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。マンチェスターユナイテッドとしては先に得点を奪えなかったのが最後まで尾を引いてしまった形になりましたね。やはり先制点というのはチームの雰囲気をガラッと変えたりもしますから大事ですよね。そうですね、ありがとうございます。
激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが3-2接戦をものにできませんでした。